しみじみと半年を振り返るのんちゃんです。さあ、そして今日この7月2日は1年の折り返しということです。昨日7月1日のね、7月1日からもう、今シーズンも後半戦が始まってるなっていう風にね、感じた方も多くいらっしゃると思うんですけれども、今日は1年の中でも折り返し地点にやってきたということで、どうでしょうね、皆さん。怖いですね。いや、本当に。どうしましょうっていうくらい、ね、どうにもできないですけど、時の流れをね、止めることはできないですからね。でも、下半期もやっぱり大切にね、時間過ごしていきたいですよね。上半期振り返った時に、やっぱり全力で大事に過ごせてたかなって思ったら、ああ、もうちょっとできたかな、できたかなっていうふうにね、思う点っていうのはあるわけで、そういう点を少しでも減らしてね、いきたいですよね。そうなんですよ。気づいたら半年終わってたっていう感覚の方が近いですかね。でも、なんか最近よく過去の映像を振り返ってるんですよ。あ、こんな時もあったな、あんな時もあったなっていうので、こちら、かわいい2023年のね、あ、かわいいのかわかんない うさぎのね、年賀状になるのかなと一緒にですね、お送りしていきたいと思います。そう、こたつライブなんですよ。今日は、そう、さっきね、羽子板って、羽子板っていうふうにね、伝えたんですけど、ここに羽子板があるんですよ。これで。こういうことですよね。こういうこと。さっき、後でね、たこ揚げ配信の時に、ちょっと風がね、穏やかということなので、羽子板も持っていきたいなと思います。最悪100人一首やりますか？いいですよ。あ、外に出ない？ 11時30分から100人一首配信ありえるかな？あ、天の原、振り裂け見れば春日なる、三笠の山に出でし月かも、これめちゃめちゃ覚えてる。安倍の仲間ろだからかな。 覚えてるな。いやー、もうダメだ。多分取れないと思う。髪の毛を呼ば、髪の毛。ダメだ。髪の毛を読まれたとしても、下の句と結びつかない気がしますね。さあ、ということで、百人一首ね、懐かしい、そんでもってすごい好きだったんですよ。もうね、ちょっと久しぶりにやりたいなとか思ってしまいますけども、覚えてなかったです。いや、なんかあっという間だなっていう。え、これって2023年なの？みたいな。え、まだ半年前ってことですか？っていう気がするんですよ。なんかもうね、もっともっと前の話みたいに感じる。だから、なんか不思議ですよね。1年、2年も前の話のように感じるんですけれど、あれは意外と半年前ということで、まだ半年しかあれから経ってないみたいです。って考えると、また半年ね、あっという間で、これをまた、え、あれからまだ半年しか経ってないの？って言いながら、年がね、1年が終わっていくんじゃないかなっていうふうに思っております。本当にあっという間ですね。あ、でもね、そんな中でもこうやってね、一生懸命、大切に、一回一回過ごしてね、一時間一時間大切に過ごしていけたらなと思っております。